はい、今日はですね、この正式名称、バーチャルジョイマン高木ちゃんのね、そう、遊び方について、バーチャルジョイマン高木ちゃんのあね、げちゃんね、遊あげびちゃん。方というか、使い方について考えてみる配信。考えてみる配イ信ね。なんかショッエーイ、ピング番組みたいな。おお。すでにもう私のソーシャルを見てもね、かなりの人がね、ジョイマンに、バーチャルジョイマン高木、VJ 高木になってるからね、もうありがたい限りですね。ありがたい限り、もうだいぶね、みんな遊びがもう進んでて、もうツイッターにももう改変アバターが出始めていたり、こちらは実はショールームさんの新アプリのショールーム V を展開するにあたって、ショールームさんと吉本さんに協力をいただいて、まあ、俺たち一気の企画でいろいろとこう仕込んでいたのそう、だ。仕込んでいましたね。ようようややくく言え言えた。いやー、もうた。早く言いもたかったよね。初めて聞いたう言いた時かっとかはた。ね、何言ってんだって感じだったもんね。それは絶対言うけるからやりましょうみたいな感じのね、話なをいんただいたか、時はもうぜひやりたいと言って、これに伴って、実はワールドを一つパブリック化をしておりまして、その名も何言ってんだ。ジャストジョイマンっていうね、名前のワールドができました。本当ジャストジョイマンの名の通り、ジョイマンしかないワールドがあるんです。そう、まあ、ちょっと詳しくいやいはや、後もうでね。早速ね、利用規約の話の方に移っていこうかなと思います。後ろでジョイマンめっちゃ笑ってちゃんるとけしたど。話をね、していきましょうね。はい、まというずわけは。で、じゃあ1本目。まずはね、まあ、ちょっとこれなんか今日黒いのあれなんだけど、これジョイマンスイッチって言って、いろんなジョイマンがこう ジョイマンスイッチフィオーとかね、こう、これでね。この絵なあ、これなあ、ね、もうこ絵がのどう絵こう言うな。前にもう完成していたから もういいよってなかったけど そこれどういうことなんですか、これは一体 何をこ伝えたいスライドなれどういうの。ことかっていうと、こんな感じでもうコラで改変をしてもいいよっていうのが、まあ、広くにあります。バーで、チャルジョイマン高木の二次創作をしてもいいということなのね。そうすごい。そう、改変 OK だし、まあ、こんな感じ、もうむしろね、ファートとかね、ガンガンやってほしいわけよ。ファートね。ファンアート。はい。すごい、フあ、リーね、二素次材創な作のが。も OK なんです。でね、まあ、こんな感じで作成した二次創作になんですけど、まあ、バーチャルジョイマン高木っていう名称とか、まあ、ジョイマンとか、バーチャルジョイマンとかっていう、制作物に、まあ、そういうふうに名前をつけることも OK になってます。オッ決ケまるでー、オッす。ケー。で、もちろんその制作したものをウェブ上とか、まあ、ツイッターとかにアップしても OK だから、動画とかにも出してもいいっていうことなんだよね。あとね、まあ、ツイッターはまあ基本的に収益化してるとかないと思うんですけど、まあ、VTuber さんの人、私とか、まあ、フィオさんとかもそうなんですけど、配信するときにまあどうしてもスパチャありとか広告ありとかの収益化目的でやる配信って絶対あると思うんですよ。わらとつとかね。わらとつとか特にそうだよね。今後出てくるかもしれないっていうの と、強わ調らとするつとかもね。そうなんだけど。そういうのにも、もちろん収益化の動画とかにも OK になっているので、例えばこんな感じでね。ジョイマンスイッチ YouTube みたいな感じで。こんな感じで、これは朝のジョイマン？これは坪倉家でグッ朝ドをモーニ迎ングジョイえマたン。ジョイマンですあ、ね。そうだあ、ね。よ坪く倉見家ただよ、ら、これ。そう、よく坪見倉た家らだ確かから。に、これ、坪ジョイ家マだン、わ。坪ジョイの朝チューンですね、これはね。坪ジョイの朝。収 益化されてそう。る的場所なでも感じジョイで、こマれ、ンになれる。すごいね。収益化されてる場所でもジョイマンになれるから、安心してジョイマンになってきて。安心してなってくれ。そ逆にこれやっちゃいけないこう。とというかできないことってあるのか、これは。やっちゃいけないことに関してなんだけど、まあ、例えば、このジョイマンってもうすごい綺麗にスキャンされてるのね。スキャンされてて、なんか、ぬいぐるみとか、まあ、
人形とか、まあ、3D プリンターとかでできちゃうんだよね、うんうんうん、言ってしまうと。そういうのを作って、ね、まあもちろん販売は絶対 NG です、はい、うんうん、販売系は NG です。もちろんその販売もさっき言った改変したアバターも販売することは NG です。はい、うんうんうん、もちろんダメです。だからジョイマンアバターを含めたデータを販売するっていうのは絶対にやらないでください。あとは、うんうん、例えばこれはもう基本中の基本なんだけど、まあ例えばさっきのさ、あのこの、まあ、ジョイフィオ動く城のジョイがいるわけじゃないですか、うんうん、これを私が作ったぜとかいうのももちろんダメです。これも普通になりあれですね、うんうんうん、まあ二次創作をするなりすまし行為とかですね、盗作はダメだよってことですね、うん、そうそう盗作はダメだよってことですね、まあうんうん、あとはこんだけ本人出してるんですけど、まあ、さっきのこのごめんなさい、この YouTube の動画とかでこれジョイマン公式のチャンネルだよとか、ジョイマン出てるからジョイマン公式のチャンネルでこう吉本さんの公式だよとかっていうのは絶対にダメです。これは、うんうん、あのジョイマンになりきるんじゃなくって、それはジョイマンのなりすましなのでなりきってください。なりすましはダメです。そうそうそう、なりきるのは OK ですけど、なりすましはダメ。なりすましをして、うん、このまあ、うん、本物のジョイマン高木さんのこう名誉とかね、信用とかね、そういうのを傷つけるのは、それはダメよということだね。そう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 、だから楽しく遊びの範疇でやりましょうと、うん、詳しくはバーチャルジョイマン高木のアバター利用規約を確認いただいて、更新することもあるかもしれないので、うん、そういう時は見てくださいということですね。そうです、そうですね。はい、必ず利用規約は読んで、楽しくジョイマンでエンジョイマンしてください。うん、もう基本的にはあの VR チャットだったり、バーチャルキャストだったり、うん、まあ、他のね、VRM 使える場所で安心して遊び倒せるような感じの規約の作りになってるので、うんうんうん、安心してね。うんうん、常識の範疇で遊んでくださいということですからね、うん、そうですそうですそうですね。水菜ちゃん、話を元に戻ると、ほら、リアルアバターのいわゆるこう、うん、先輩的な存在がこの VR チャット界には存在すると。 VR チャット界のリアルアバターの始祖といえばね、この方です。坪倉さん。坪倉さん、イエーイ。はい、こんばんは。メディアティストの坪倉です。こんばんは。あ、どうも。いや、やっぱね、この人、リアルアバターの話をするのに、この人を差し置いてはいけないということですね。今日ね、うん、ツイートを見て気づいたっていうね。そうそう。今日漏れてるんだ。すいません、すいません、本当、申し訳ない。連絡を遅れてしまいました。そう。当然来るものみたいな感じで、全然連絡が一度もなかった。YouTube のコメントの方でもね、中身本物ですかって言われてるんですよ。ああ、本物ですか。どうかな、わかんないです。ちょっとわからない。どうでしょうね。なりすましじゃないですか。ダメですよ、なりすましが。早速なりすましが。本人です。そうですね、うん、先輩の高木さんもリアルアバターの世界に来てしまったんですね。ついに芸能人がリアルアバターの世界に。そうですね、僕がこのリアルアバターをね、配布したのは、まあ、実は、うん、一番なんていうんですね、こういう 3D のリアルアバターを配布した人っていうのは結構昔からいてですね、僕が初めてっていうわけでもないんですね。まあ、例えば、例えば、バーチャルキャストの、松井社長さんとか、はい、バーチャルキャストの社長さんですねとかは、まあ、実は僕より先にリアルアバターを配布されてたんですよ。ただその松井社長はなんと僕が昔2年、まあ、近く前にニコニコ動画に投稿した僕のリアルアバターをこういろいろ遊んでみたりとか踊ってみたっていうのをやって投稿してたんですけど、その動画を見てこういろいろ触発されてリアルアバターを公開するっていう
ことをされてたりとか、なんかちょっと縁があったりして、まあそれ以前にもですね、実はあと、まあ、有名どころで言うと Perfume さんとか、Perfume さんも実はね、3D モデル、あの 3D モデルを公開されて、なんかダンスのモーションと一緒に公開されてたりとか、なんかいろいろエンジニアリングとか、そういうのもあるのに公開されてたりとか、あと、セクシー女優のつぼみさんってご存知ですかね。はい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 。つぼ、ご縁あって、この前。つぼ、この前、つぼみさんもね、VR チャット来ましたね。この前、会いませんでしたっけ、これ。この前、VR 上でお会いしましたけどもね。あ、あの方か。あ、はいはいはい。そのつぼみさんも、実は2013年。っていうめっちゃ早い段階で自分の 3D スキャンしたモデルを公開されて、まあなんか自由に 3D プリントしてくださいよみたいな感じで公開されてたりしたんですよね。先進、そうだから結構いっぱい先輩はいるんですけど、まあ VR チャットに自分のアバターで入ってきたっていうのが僕が初めてだったっていう感じですね。まあそしたら大変なことになって、 VR チャット上でいろいろね、あのユーザーの方々に、いろいろ遊んでいただいて、あのツボクラフェスというね、謎の記載が行われるまでに記載がそうやっちゃったの、記載ツボクラフェス、あのあれってことジョイマンフェスもありなんだ、見えるね、そうですね、うん、ユーザーの方が集めたら、うん、ツボクラさんはあれどういう経緯で知ったんですか、ツボクラフェスがあるっていうこと。あ、でもそのなんていうんですかね、主催っていうかこう集めてる方から直接連絡いただいて、こういうのをやろうと思ってるんですけど、って審査員やってくれ、直接来たので、まあ公認のイベントになったみたいな感じで、うん、これ面白そうですよね。なんかジョイマンさんね、高木さんに、ね、来てもらって、うん、審査員やってくれ、面白そうですよね。いや、まあ本当にユーザーがね、ユーザーが盛り上がれば本当に高木さん来るんじゃないかなって思いますよね。ねえ、ぜひ本人に本人のアバターを着て77やってほしい。いや、やってほしいね。やってほしい、見たいよね。どこでも見れる、どこでも見れる。まあでもリアルアバターの世界に来たからにはね、まあジョイマン高木さんはめちゃめちゃ遊ばれるとは思いますよ。僕も相当の覚悟をしてリアルアバターを配布っていうところにね至ったので、まあなんかね、どんな遊ばれ方してももう僕は文句は言わないっていう決心を、ね、心に秘めて、まあ、配布っていうのをやったので、まあ、あの高木さんも、あの今から大変なことがいろいろ起きるので覚悟してください。正直な話、自分がやるかってやれたら絶対にやらないですもんね。配布をそれをやるっていうのはすごいよね。いや、すごいよね。そう、でももしかしたらこれでね、あの VR 空間でいっぱいの人に遊んでもらうっていうのが、こう芸人さんのなんかこう新たなブレイクのきっかけになるかもしれない。そうですね、芸人さんとか芸能人の方にとってはすごいいい、か、いい、なんか相乗効果になるんじゃないかなとは思いますね。いや、ここで、あのさっきね、あの冒頭でお伝えをした、あのパブリック化しているジョイマン、ん？ジャストジョイマンにみんなで行ってみようかなというふうに思っております。行ってみよう、ジャストジョイマン行ってみよう。はい、というわけで来ましたね、ここが来ました、ジャストジョイマン。ジョイマンしかない。何がないって、まずね、床がないっていうね。そう、床もない。床すらない。ジョイマンしかない。気が狂いそうになるんですよ、その空間。そう。だいぶやばい空間。入るといきなりこれが見える。ちゃんと、あのポーズしてる。そこ。ね。77の途中のポーズしている。77。でね、このワールドはね、もう、パブリック化をされていて、VR チャットのアバターワールドの、ところにも出てきているのでね、ジャストジョイマンで検索するか、アバターワールドのところのタブから見て、ここを訪れてみてください、うん、でこの、あのジョイマンを触るとこんな風にね、よいしょ、ジョイマンになることができまーす。わー、やだなー、慣れてるかな。
慣れてる。じゃあ今慣れてる。慣れてる。慣れてる。口怖。今慣れてる。口怖。口怖。ほらほらほら。これが、これが、これがジョイマン。僕はジャストジョイマンで、ジョイマンになったよったんだよ。ああそうそうね、ツイッターでもありましたけど、あのジョイマンのアバターを着るとステーシンがジョイマンに乗っ取られるっていう噂があったのでね、うん、あの今あのヒヨさんがねジョイマンムーブしましたけど、あ妹入ってる、妹がなんか首がおかしいんですけど、なのなの大丈夫ですか、首ブレイクジョイマンあジャンプできてないこれおかあウルトラ太陽ウルトラ太陽できてないんだVJ 高木まだあのこれからねアップデートしていくので、あの、うんうんうん、アバターペデステルをね皆さんお気に入り登録してください、はい、そうここのねワールドさっき言ったけど俺パブリック化されていて、まあ、ジョイマンのアバターが置いてあるんで、まあ、いくらでもジョイマンになりますと。であとなんかカミングスーンって書いてある、そうカミングスーンがいっぱいあって、そうそう VJ 高木、まあ、いろんな皆さん改変モデルを作ると思って、これは入れるべきだろうっていうのがあったらここに置こうかなっていう話をしてたんですね。でもやめてよ、何もさ頭入らなくなっちゃうじゃん本当という話をしていたので、まあガンガンみんながこうなんだろう改変アバターガンガン出していったらあのここに乗るかもすいません。で、さっき言った通り利用規約やってはいけないこととやっていいことっていうのは、まあ、ここにもまた書いてありますのでそちらをご覧ください。近くで見ると分かるんですよ、すごいね胸毛もすごいあの男らしくもしゃもしゃ生えてるから、いやすごいですね、ほらジョイマン高木さんといえばやっぱ胸毛だからね、めっちゃ綺麗ですね、なんていうの、あのトポロジーが綺麗ですね、そうトポロジーめちゃめちゃ綺麗、トポロジーが綺麗、あの、ね、口の上の私はニキビの跡がとても気になるんだよねいやきっとニキビできたらば 3D スキャンしょうがない前日しっかり、うん、そうその日の体調とかがね反映されちゃいますからねそうそうそう、あとねあのね いろいろこう改変が OK ってことでね、メガネだけ使ってる方もいましたね、あそうそうそうメガネだけ使ってる、好きなメガネを、好きなメガネに付け替えられるのあちなみに今日なんで水菜ちゃんメガネついてるかってジョイマンがメガネついてるからだよそうおーなるほど、ジョイマンアバターの配布は先ほども言いましたけども、まあ、ショールームさんの方から、はい、始まってますので、あとねあのショールーム V っていうアプリケーションでもなんかあのジョイマンになれるみたいなので今日スマホでなれると、そうスマホでなれる、うん、スマホでも簡単にジョイマンになれるし、ユニティパッケージで VR チャットレディだよね、 VR チャットにもすぐ適用できるようにっていうファイル形式でユニティパッケージで配布もしております。で後日なんですけどユニティパッケージで、VR チャットそのユニティパッケージをどうすれば VR チャットにいられるのみたいな感じの解説動画も、できればいいかなっていうふうに思っております。全力でジョイマンをみんなに入れていただきたいっていうのもあって、その結果ユニティの解説動画ができるって意味がわからないですねキーンジョイマンだからね、動機がちょっとねそうそうそう動機がおかしいんだけど、まあ、普通に使えるからね、そう使えるので、はいっていうのもありますので、実は VRM もね配布されてるからね、 VR チャットだけじゃなくてもね、バーチャルキャストとか、ね、バーチャルキャストとかクラスターはちょっと分かんないけどいけるか分かんないけどとか、まあいろいろいけるので、うん、もういろんなところでジョイマンになってみてください。高木さんね、あのジョイマンでエゴサしてエゴサ力がめちゃめちゃ高い人なので、ああ本当にあの方のねツイッターあの追ってるんですけど、ジョイマンどこに行ったのっていうツイートに対して、ね、うん、ここにいるよって言ってポエムを返すっていうのが、なんかもう定型のネタになってる、定型のネタになってるここにいるよっていうのが、あとなんかねライブでもなんか告知のポスターもジョイマンどこ行ったのここにいるよみたいな、うん、ポエム刺繍とか出してる人なんだよね、そうそうそう、ね、77っていう刺繍が出てて、すごい文章がねすごいね美しい文章が書く方なんだよ、書く方ポエミーで、だからジョイマンどこへ行ったのって言われたらもう今だ
ここにいるよ。ここにいるよ。ここにいるよ。まあ、今後もね、みんなと一緒に、まあ、ジョイマン使って、いろいろ楽しむことができたらなって思いますので、みんなも、ジョイマン入れて、ブレンダーでいくらでも、ブレンダーやユニティでいくらでも、セーター扱って綺麗にしてもいいし、ジョイマンで女の、ジョイマンを女の子にしてもいいし、女体化ね。ジョイマンで、そう、女体化して、ジョイにしてほしいですね。本当に。ジョイマンにしてほしい。ジョイマン。ジョイさん分かる、ジョイさん。ジョイマンね、いいから早く締めなさいよ。楽しい。はい。というわけでした。ね、はい。やたいかね。それを言いたかったんだよ。はい。というわけで、今日の配信はここで終わりにしたいと思います。必ず皆さん最後に言っておきますけども、利用規約だけは1回だけ、絶対読んどいてください。はい。というわけで、今回はジョイマンの説明配信でした。またねー。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。